仙台市泉区の泉ヶ岳スキー場では平日の今日もスキー客が訪れ滑りを楽しんでいました。やっぱり途中からちょっと急に暖かくなったりして、雪を待って、積もったらもうすぐ行こうみたいな形で、毎日山を眺めながらタイミングを見てました。ちょっと恥ずかしいです。久々に滑りに来てちょっとめっちゃ下手になって。でもなんか気持ちいいです。その一方で、私の足元には今20センチくらいの雪が積もっているんですが、少し標高の高いところでは雪が積もりきっておらず、山肌が露出してしまっているところがあります。今日の積雪は例年の3分の1のおよそ20センチにとどまりました。泉ヶ岳もやはり年末年始も営業できずですね、ようやくできたのが先月の17日になっております。現在まで10日間の営業しかできておりません。例年ならこの時期までに2万人のスキー客が訪れますが、今シーズンは現時点で1000人にも届いておらず、年末年始に営業できなかったことも大きく影響しているということです。お正月休みにちょっと行ってみようかっていう、こうちょっと火付け の, 期間でありますので、人の動きが少なくなる原因ではあったかなと感じております。泉ヶ岳スキー場は今シーズン来月3日まで営業する予定です。